大量生産、大量生産、大量生産。マスプロダクションとは、限られた品種の製品を大量に生産する、生産形態。略して、量産やマスプロとも言う。大量生産とは、限られた種類の製品を大量に生産する、生産形態である。ライン生産方式で大量に生産する。大量生産という生産方式は、 オートメーションを活用する高度な生産設備において、制裁工程を単純化、合理化することによって、コストの引き下げ、生産物の品質の改善などに大きく寄与する。大量生産方式はまず、大量生産が登場する前の時代にもっぱら、行われていた個別受注生産と対比される。1801年に、イギリスで、マーク・イザムバード・ブルネルが、イギリス海軍用に、 滑車装置を作るためにライン生産方式を用いた。1859年にはオーストリアでトーネット社が馬撃の椅子の大量生産を負った。1901年にはオールズモビル社が組み立てラインで生産を行った。歴史。大量生産方式が発展したのは大衆の所得水準が向上したことに伴う大量消費によって世の中の市場構造が 受注生産的市場から市場生産的市場へと変化したことによる。生産材の生産が中心だった時代には、プラント設備、充電器、造船など、注文生産的市場、受注生産的市場の比重が高かったが、大衆の経済力が増し大量消費時代が到来すると、消費材を中心に大量生産方式が発達したのである。例えば、 1910年代のアメリカでフォードモーター社が行った T 型フォードの大量生産や第二次世界大戦後の日本で始まった家庭電気製品や自動車などの大量生産がこうした仕組みで起きたのである。大量生産の狙いは以下のことである。これにより商品一つあたりの生産にかかるコストを下げることも実現する。しかしながら 大量生産を前提としたラインでは大規模投資を行って製造ラインを構築するため固定資産などの固定費が多くかかる。そのため生産量が少ない場合など工場の稼働率が低い場合は製造原価が跳ね上がる。大量生産の効果を出すためには一定の生産量以上を確保しないといけい。その一方で商品を大量生産しても 売れ残り大量在庫が発生するという状況があり得て、これをどう解消するかという課題も生じる。最終組み立ての工程においては、カスタマイズや製品切り替えに合わせて、屋台方式などによりモジュールの設合を一人の作業員が貫徹するやり方も普及しつつある。1八百一年にイギリスでマーク・イザムバード・ブルネルがイギリス海軍用に滑車装置、 を作るためにアセンブリーラインを用いたのが最初とされる。1859年にオーストリアでトーネット社のミハイルトーネットがブナ材を曲げて作る椅子を世界に販売するためにアセンブリーラインを用いた大量生産を開始。一度作った製品を分解し、1立方メートルの箱に椅子36脚分のパーツを入れ世界中に出荷。 それを現地で再組み立てするノックダウン生産で市場を設計した。その代表商品、ナンバー14は19世紀に約5000万客が生産販売された。アメリカではが1890年代にアセンブディライン、組み立てラインによる生産を開始した。ポープはイギリスで自転車製造を見学した後、アメリカ初の自転車製造会社を創業した。 さらにアメリカ自転車産業界を特許闘争で独占し、アメリカ自転車の帝王と呼ばれた人物である。アメリカでの自動車生産におけるアセンブリーラインの第1号は1901年、ランサム・イ・オールズにより、オールズモビルでなされ、オールズは特許を取得した。第2号は、トマス・ B ・ジェフリーが1902年にランブラー C 型で行い、報道者が1903年に、 初期のでその後に続く。フォード社は改良を重ね、1908年から開始された T 型の製造において、敵改良を加えつつ1914年に、うちのシャーシのアセンブリーラインにベルトコンベアが導入され、この時点が、後年、組み立てに関する大量生産方式の基本形完成の年とされている。フォード副社長で、これに貢献したは、事実が先で、 考え方や原理などは後からついてきたと後に語った。これはトヨタの看板方式も同様である。また、フォード式大量生産はヘンリー・フォードが主導したものではなく、フォード社内の幹部や技術者の長年にわたる試行錯誤、トライアルエラーの結果であった。大量生産は経済成長と密接に関わっている。大航海時代以降、 商品経済化が進展し生産、消費のサイクルが拡張すると利益とシェアが強い関連を持つようになった。より少ない労力で多くの生産を行う生産性が高い産業が成長し利益を上げることができた。18世紀インド産面織物に接見されつつあったイギリス医療市場においては資本家が発明された機械を導入し国内生産で 輸入代替するビジネスを始めた。機械は大量生産を可能にし、品質な面紙綿布、綿織物を生み出した。低コストな生産方式は、やがてインドの比較優位性を逆転させ、イギリスを綿織物輸出国として成長させることになった三革命。やがて大量生産は、あらゆる商品に適用され、大量の生産物が消費される社会が誕生した。 アメリカにおいて特に、この方式は発達し広大な国土の発展を支えた。生産が増加するということはそれ自体が、国内総生産の増大を意味するが、やがて様々な問題が紛失する。フォード生産方式には、以下の3点の特徴が挙げられる。これらは、フォード者が全てを最初に行ったわけではなく、また全て同時に形作られたものでもない。 フォードが行った主要な点としては、フォードモデル T という一車種に絞ったことと、ベルトコンベア方式を採用し流れ作業をさらに効率化したことが特にユニークなところであり、それ以外の点は個別にはすでに他社で行われたものだった。しかし、それら個々の生産技術をさらに極め、一車種に集中して行ったことにより、従来に比べて格段に生産能率が上がり、 製品を安価に提供できるようになったのであ。1906年にはほぼ形作られていたが、1908年からの T 型生産と、その販売工場による1914年の新工場建設に際し、ベルトコンベアが導入されたことで、フォード生産方式が完成した。この頃、フォード社は良質の鉄を入手するために、製鉄所さえも自社で所有するまでになっていた。 製造工程が極端に単純化されたため、労働者は非人間的な労働を信いられた。この人間疎外の状況を風刺したものとして、チャップリンのモダンタイムスが挙げられる。ただし、ヘンリー・フォード自身は、フォード社での作業従事者に対して、日東5ドルという当時では破格の給与を保障し、良質の労働者を確保すると同時に労働者への利益のもとを積極的に行っていた。 1940年代には、こうした大量生産技術は、アメリカの工業界全体において高いレベルに達しており、第2次世界大戦後期においてはそれらの生産インフラの急速な軍需への転換により、機械的信頼性の高い兵器を大量に生産。報道者自身も M4 中戦車やジープ、B、B-24 爆撃機などの生産に関わっている。 アメリカ軍や連合国諸国に供給して戦争の勝利に大きく貢献することとな。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。